マーク455インチ砲はアメリカ海軍の艦砲システム。54口径5インチ砲、マーク19、または62口径5インチ砲、マーク36を軽量の単装砲等と組み合わせた両用砲である。アメリカ海軍は1934年に38、径十12.7センチメートル砲を正式化し、駆逐艦級艦艇の手法。 あるいは大型艦の複砲、対空砲として広く搭載した。第二次世界大戦後期に至ると、艦首にかかわらず、遠距離用として38口径12.7センチメートル砲、中距離用として56口径40ミリメートル機関砲、近距離での最終防御用として70口径20ミリメートル機銃の3種類に、対空兵器を統一し、 重心的な防空網を構築した。その一方で、38口径12.7センチメートル砲の口径となる新型対空砲の開発も進められており、まず長方進化した54口径12.7センチメートル炭装砲が実用化されたものの、アメリカ海軍での搭載艦はミッドウェイ級航空母艦のみとなった。続いて、 同様の長方針を踏襲しつつ、溶断薬作業の機械化によって、発射速度の向上を図った54口径 127mm 単装速射砲が開発され、軽空脅威の深刻化を背景として、1950年代以降、航空母艦や巡洋艦、駆逐艦、護衛駆逐艦に広く搭載された。マーク425インチ砲は、 毎分40発という高い発射速度を誇ったものの、これを実現するために、ヨーダニ役、装填機構は複雑化し、所要辞任も多く、法システムの重量容積も増大していた。一方ヨーロッパでは、1960年代より、砲塔の無人化を図った、軽量自動砲の開発が、盛んになっていた。アメリカ海軍もこの数勢に合わせて、1964年、 FMC 社に新型軽量自動砲の開発を発注した。これによって開発されたのが本砲である。開発は1968年に完了し、同年12月より実験艦ノートンサウンドでの試験を受けて、1967年度計画のカリフォルニア急原子力ミサイルフリーゲートより装備化された。全員のマーク42 5インチ砲は、 艦隊の主力対空砲として期待されたために、高発射速度を追求したのに対し、1960年代の時点では、すでに対空兵器の主力は、艦隊空ミサイルに移行しつつあったことから、本砲では、対空射撃は、副次的な任務として、あまり重視されず、むしろ対水上、対地艦砲射撃が主体とされた。これに伴い、 マーク42では2組が設置されていた、溶弾薬機構は1機のみとされており、発射速度は毎分20発、速横弾も20発と、いずれも半減した。また、最大行格もマーク42では85度であったのに対し、本法では65度とされている。一方、このようなスペックダウンに伴って、溶弾薬、装填機構や、 砲塔の駆動機構は簡素化され、軽量化が実現するとともに、信頼性も向上した。砲塔重量は、マーク42の中では軽量型と位置付けられるモッド10でも63.9トンであったのに対し、本砲では24トンとなっている。砲塔は、耐水構造のアルミニウム合金製で、自動装填により完全無人化されている。砲立は、 通常型のマーク63とステルス性に配慮したマーク63モッド1の2種類がある。砲そのものはマーク19と称されており、マーク42で採用されていたマーク18と同じ54口径127ミ、mm、リメートル砲だが、砲身名数はマーク18砲では3070発だったのに対し、 マーク19法では7000発とされている。方向初速は、新品状態で808メートル毎秒、方針名数の中間時期で762メートル毎秒とされる。またその後、62後継長に長方進化した、マーク36モッド4が開発され、マーク45モッド4で採用された。法の操作要因は、合計6名で、 管制室には、砲台帳とコントロールパネル操作員、下部球団室に、球団に本名が配置されている。管制室には、砲の操作、球団をコントロールする電源パネル、コントロールパネル、テストパネルの3機が配置されている。砲弾は先行するマーク42と同様のものを使用する。モッド1では誘導砲弾の採用を計画したが、実現しなかった。 またモッド4では、射程 93km 以上を狙った、エルゴム誘導砲弾も開発されていたものの、これも2008年に頓挫した。その後、ベーシステムズ社は、射程 100kg 級の MSSGP 誘導砲弾を開発したほか、射程9 3 k ロながら、AGS155mm 砲や開発中のレールガンとも共用化した、HVP の開発も進められている。 モッド2、モッド4、ありがとうございます。